川棚温泉は山口県下関市と四浦町川棚にある温泉。1886年の日本高専市では鍵湯高専と紹介されている。公衆浴場であるピースール青流泉をはじめ多くの入浴施設では複数の源泉を混合した川棚温泉ミックス泉を使用している。その中で旅館、商店具は自家源泉の 商店具船を使用しており、湯の鮮度が新鮮で、温泉評論家の軍司勇などから高い評価を得ており、道館の源泉掛け流し風呂は、日本温泉遺産を守る会により、温泉遺産に認定されている。また、旅館、商店具は、日本源泉掛け流し温泉協会の、加盟温泉旅館でもある。道旅館は、小林博彦により、心を鬼にして選んだ、地域別を進め、 温泉200選に選ばれている。松田忠則も、内風呂、露天風呂から生きた、生命な湯が駆け流しでふんだんに溢れ、感動的であると評価している。下関市街から北に、約25キロメートル、鬼ヶ城連山の山裾に開けている。のどかな雰囲気で、細い沿道に沿って、和風旅館や温泉ホテルが軒を並べ、大正年間に建造された、玉椿旅館は、 国の登録有形文化財となっている。共同浴場は電気風呂やミストサウナなどの設備を整えた温泉施設になっている。山口県を代表する温泉の一つで下関の奥座敷などと称されることがある。温泉街の旅館や料亭では熱した瓦の上で茶そばを焼いた名物の瓦そばを提供する店が多い。また、下関名物のフグ料理が食べられる店も 少なくない。温泉街にある菓子店では、名物の川棚まんじゅう河原衆、清流の卵衆が販売されている。周囲には、響だ清流湖、豊浦リフレッシュパーク、国清山自然公園、下関乗馬クラブなどがあり、自然を存分に満喫できる環境が揃っている。また、近郊には、下関ゴルフクラブや黒い漁協観光釣り堀、 小串海水浴場などのレジャー施設があり、史跡としては三景寺、明星寺といった古刹がある。河棚温泉海遊の伝承は二つある。その一つは、金明天皇の頃に遡る。当時、河棚温泉一帯は大きな沼地であり、沼地には青い竜が住んでいたという。ある日、この地で大きな地震があり、沼地の水が熱湯に変わったため、清流は、 死んでしまった。村人は清流をあわれみ、清流権限として祀った。その後、村人は、この沼地を埋めて、田畑とし、幾年月が過ぎた後、沼地であったところを掘ったところ、温泉が湧き出たという。樹永2年、時の領主であった、平定生はここに湯屋を建て、湯泉を定めて、一般庶民に開放したという。清流権限と呼ばれる松子神社があるのはその名残で、あり。 今もなお守護神として崇められている。もう一つの伝承は、田棚らの三景寺の育毛王将が、室町時代の大栄年間に、田棚に温泉があることを察知し、掘ったところ温泉が湧き出たという。田棚温泉が初めて文献に登場するのは、慶長15年の県地町であり、それによると、湯屋敷9県と記され、それ以前から温泉地としての集落があったことが伺える。 その後は、調布藩によって、領内唯一の温泉場として保護され、天明2年には、調布藩により、川棚な温泉定め書きが制定され、身分、格式による入湯制限がなされた。幕末の地市、豊浦藩村浦久記には、町の湯と無田の湯の2カ所の入浴施設が記され、湯坪ごとに異なる湯泉が設定されていた。調布藩の藩主もたびたび当時におき、 騎平大使も川棚温泉に入湯したという。明治4年の廃藩地権により、川棚温泉は民営となり、大正14年に川棚温泉株式会社に権利を移譲した。昭和8年には下湯と上湯の浴場を改修し、娯楽施設が作られた。漂白の詩人、種田三等家は、この川棚を委託機に入り、老後を過ごすよう組むつもりでいたという。 川棚の全州寺院明星寺の境内には、三東下の区比、湧いて溢れる中に寝ているが立っている。明治末期から大正にかけて、当時の長州鉄道川棚温泉駅から温泉街に向けて、鉄道路線が計画され、線路敷設も完了するものの、開通することなく、廃線となっている。廃線後は、現在県道と浦新松線となっている。戦前までは、 朝鮮半島への渡航者の足場として、娯楽施設や、競技ギき屋などもあり繁栄したが、戦後は、交通事情の良化で客が、長と湯本温泉に流れるようになった。そこで、旅館の改装、街灯の設置、国清山自然公園など、散策地の整備をし、湯量増量のため新たに、ボーリングを行った。しかし、ボーリングでは初期の成果が上がらなかったため、 地質調査を行った上で既存宣言のポンプアップによる油料増量に成功した。官民出資の川田な温泉開発株式会社が設立され、増量した源泉を各旅館に廃輸する仕組みが整えられた。1952年にピアニストのアルフレッド・コルトーが来日した際、川田な温泉に3泊滞在。ホテルから見える響きなどと、そこに浮かぶ無人島。 厚島の景色に感激し、当時の川田村村村長に厚島を譲ってくれないかと懇願したほどだという。コルトーが宿泊したホテル跡地に建設された下関市川田名温泉交流センターには、コルトーの設立したエコールノルマル音楽院の承諾のもと大交流室にコルトーホールの愛称が設けられている。ありがとうございます。